アメリカ軍普天間基地の辺野古移設をめぐり、沖縄県議会が移設の賛否を問う県民投票条例を成立したことについて、菅官房長官は結果にかかわらず移設を進める考えを表明しました。現在の普天間飛行場の危険状況、固定化を避ける、そしてこの安全保障の厳しい状況を考える抑止力、そうしたことを考えたときに、その気持ちに変わりはありません。菅官房長官は、県民投票で辺野古移設を問う手法が適切だと思うかとの問いに対して、あくまで地方自治体の条例に関することだとしてコメントは避けました。また投票の結果が移設計画に与える影響についてもコメントをしませんでした。